どうもエルザです。それではクラッシュバンディクー4をやっていきたいと思います。じゃあ前回ボス倒したんで次のステージに行きましょう。さあモスキートドマ、何日か前、あれ、まあいいか、まあリズムカーニバルやっていきましょう。あ、もう最初から、あ、でもクリアしてからか。リズムカーニバル、あー、でもクラッシュのシリーズでいうとパーティーゲームでカーニバルあるんで、多分それになぞってるんだろうね。おー、プレステやなー、これ、この時の形はね。よし、で、さあカーニバルはどんな感じなんだろうね。落ちるね。あー、そうそうそう、この闇っていうんだよ、あの食べた時にね。懐かしいな。さあゲットして、あ、後ろのね、あれツリーに乗るのよ。あの虎に乗って走るんだけど、ここが懐かしいな。結構ネタ詰まってんだね。やべえ色してんな。綺麗に焼かれるな。よし、ちょっと気合入れ直して、意外とないか。ないね。ダイヤ気になるな。どこあるんだろう今回は。乗って乗って、よし。あ、おー、怖っ。ははは、めっちゃ猫がこの中で叫んでる。ごめんね猫ちゃん。いけるね。これは乗れないと。なんかジェントルマンいるね。はあ、なんだろう、入ってくれって言わんばかりのポーズをしてるけど、そういうこと。さあ新四方発射。
通だったね。もうちょっとド派手な感じかなと思ったんだけど。ちょっとお願いするよ。あ、左のレク噛んでしまった。左のクラッシュだねこれね。ずいぶんバカにした感じにしたね。怖っ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 。ああ、なんか一瞬ニワトリになってた気がする。さよなら。あー、タイミングが悪かっただけか。なるほどね。で、見つけと、頭丸焦げになってる。細けえなー、そういうところ。中間がないっていうのがきついんだよな、意外と。おお、チェック取ってボーナスだね。いや、てかクラッシュね、過去作こんな一面長くないからね。ダサかったな、ダサかったな今のは。気合を入れ直して、よし、うまくいった。で、問題はこっから。三、四、五の。あぶねい。で、あれ踏んで、
これいけるか。よし、オッケー。ああ、何回やられたか。ああ、君たちも変わるのか。ああ、それは普通に見つかったね。んで、うん、また来た。燃えたな。先にセーブしといてよかったわ。はあはあ、ああ、そういうこともできるわけか。どうで、何してんだ俺。で、オッケーで、危な。ほんと焦ったら負けだな。さすがにないか。よし、うん、で、よし。ああ、まだ。やべえな、これもう一回するってやだな。上で下で。おいいの？今ので大丈夫そう？はい、よし、た、はい、さよなら。マジか、ワンテンポ遅いからブズーティーンだよな、これ意外と。おい、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 ニトロがやらしい。
お、箱全部集まったね。あ、ってことはここはもう3回以内でクリアすればもう OK だね。よし、よかったー。ここもう一回集めたくはないもん。まあデスしたとしてもホースやべえな。じゃあ、もう一ついきましょう。あ、リンゴのおもてなしと。モスキート沼の何日か前。あ、リンゴ使えるんだ。マジか。その、多分、クラッシュをしたことない人がいると思うからあれなんだけど、リンゴって、昔のボスなのよね。クロコダイル、なんだけど、そっか、リンゴ使えるのか。わあ、リンゴだ。はあ、腹減ったな。なんだこりゃ、焼肉か。なめくじとムカデのシチュー。絶対まずそうだよね。タコスの若漏れ沿いか。おっと、こりゃなんだ。残飯みてえなまずい飯にはもう飽き飽きだってんなら、リンゴのレストランがおすすめだぜ。リンゴのレストランでは普通食べ物とは呼ばないものを出てきます。リンゴのレストランで食事をすると次のような副作用があります。疲れ、体臭の悪化、頭から離れない心臓のおじさん、友人や家族からの疎外感、肌荒れ、倦怠感、液漏れ、にじみ、発酵、ランパチックス、ストレッチのレストランの好きだったの思い出、そして8件のドレスコードはありません。とりあえずやべえぞってことやね。あ、すごい、ホバリングができる。あ、すげえ。これちなみに、あー、ダメか。あ、回転なんだ。おお、吸い込むね。これマジか、リンゴ使えるのか。あー、曲も全然変わったねー。バキューム、ん？あ、はい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 。危な、ちょっと待って、意外と画面下が見づらいね。リンゴさん意外と動き悪いよ。あ、でもスタが早い。TNT 爆弾箱に乗るって、俺っちはバンディ君か。そんな言わんでも。マジか。こりゃ懐かしいな。でさらにジャンプができると。はあ、長押ししなくてもいいんだ。でもリンゴ集めてくれるんだね。で、ドーン。こりゃ最高。はあ、ほうほうほう、めちゃくちゃ不思議やな。俺っちが一人残らずぶっ飛ばしてやるってんだ。あ、そういうこと。アクアクは味方になるんだね。とりあえず取っておいだよね。あー、はあ、はい。
マジか。あー、そうなる。それはそれで最高やな。最高。いや、これいいストレス解消なるわ。クラッシュね、ストレスしかたまんないからね。よし。で、あー、もう綺麗に燃えちゃって。くそ、テーブルクロスも頑張って作ったってのによ。飲食店はちょっと意外だったな。そう、あのね、ちょこちょこネズミが出てくるからめっちゃ気になるんだよね。なんで出てくるのかがずっと気になってて。隠しかな。あー、やっぱネズミ秘密が近くにあるのか。そういうことね。ヒントか。あー、これ納得したわ。ネズミ大事だね。なんかあんな感じのさ、あんな感じのキラー見たことあるよね、デトバでね。声がすげえ面白い。危な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 。ある程度は狙ってくれる。よし。OK だね。あー、これ嫌だな。あー、この感じは嫌だな。さあ、さらにアクアクが出てきた。ないね。隠しブロック意外とないね。やっぱ壊れるよね。はい、普通にいけるっていう。ちょっと待った。意外とこの隙間とかないよね、横ね。ないよね。そんなやらしくはないよね。もう疑心暗鬼になるもんね、この裏とかね。ないよね、よし。ないよね、ないよね、どこもないよね、大丈夫だよね。大丈夫。踏んで、オッケーで、なんかね、もう今にも死にそうな感じの声出すからね。中にはオッケー。お、もうちょいでクリアかな。
て、気になってるのがトレーを、あ、やっぱそういう感じか。このディンゴはどこのディンゴの世界線なんだろうね。料理してたとかそんなイメージ全くないもんね。こほい、あー違うね。あ、いけるんかいマジか、そりゃ楽だ。ないね。ほい、よくわかんないけど、で、PN、 あーむずいね。いや、そうでもなかったか。398、今気づいたけどやばい数出てるな。やっちまった。あとはそれを壊さないといけないわけだね。はい、さよなら飛べてねえじゃん。よし、はいはあ、マジかー。じゃあせめて箱だけでも。そうか、4回か。ここはね、あえて落とさせて、なかなか落としてくれんな、あいつは。ちょっと待って、手前ないよ。よしよし、あーギリ。おう、そういうことではない。はあはあ、ああしくったね。で、だけ、まあいいか、箱はゲットしたし。
さあ、あと約100。リンゴの焼き具合は？リンゴの焼き具合は？入らないね。あと28個あるの。あ、しかもこっち落ちるんだ。まあまあまあ仕方ないね。え？今なんか食べたよね。さあ、まあ一応クリア。秘密ゲットだけよしとしよう。あー、でこのディンゴが飛ばされるってわけか。あ、やっぱディンゴもなんかあるんだね。リンゴタイル家に返してあげよう。へえ、会うことあるんだ。路地裏サーフィン。あー、でサーフィンクリアして多分終わりかな。ここはね、こんな感じがするね。はい、ということで今回ここまでにしたいと思います。ひたすら長かったね。まあただ秘密は手に入れてないんで、まあまあ、今回ここまでにしましょう。ということで、動画見てる方はここまでとなります。ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またね。